B のチェックからしていきたいと思います。DJ KREHA、B チェックよろしくお願いいたします。壮大ですね。それでは2本目のビート DJ KREHA 聴いていきましょう。 DJ KREHA のビートはこちらだ。ナイス。それではじゃんけんお願いいたします。最初はグーじゃんけんぽい。それでは先行の MC クラッシュにビートを選択権がございます。1本目2本目どちらにしましょう。2本目 DJ KREHA でいきたいと思います。あと4本です。よろしくお願いします。それでは決勝に行くもう1人 MC 決めていきましょう。先行クラッシュ後攻グッドミニタイムズ8小節4本、 DJ KREHA With the beat。 いえよなあ聞いてくれよ、楽しませるのはうめえけど確信がねよ、俺たちの食らったミュージックはそれがやりてえなら芸人と一緒だぜ。俺は音楽をしてんだえよ、何で客に伝える相手に伝える、お前のラップでファニーにはなるけどやっぱ心にぐさっとこれんだ。いやライブでやるこのマイクの声はあまり通らない時がある。その時一瞬でも届いた時これが確信に変わるんだよな。俺のこと芸人って言ったな。俺はお笑い芸人を一度初め目指したんだ。俺たちの俺はコメディアンじゃない、人生はトレビアンだ。いやよだろ、お前はお笑い芸人目指してダメだったからラッパーになったんだろ。俺これ一本だからよ、分かる、お前が目指したらコメディアン、俺は恋したドレミファ。あいやそれがラッパーだえよ、どこに自分の重きを置くかな。俺はこうやって仲間を上げてきた、お前の上げ方も教えてみろ。ヒップホップは逃げたやつをちゃんと捕まえてくれる音楽なんだ。お前はドレミファ程度だとソラシとかかわいそうでしょうがねえよ。俺らいね、俺たちの言葉ちゃんと掴んでくれる、それを信じきれてない、まだまだだな。俺は信じてるんでハッピーだよ。だから比喩表現を知らねえからラッパーが芸人みてえなことやってんだろ。ドレミファとソラシと他にもあるぜ、俺のありかを宝のありかを目指して埼玉から東京に来てお前と対面してるぜ。お前はギャグが結論だぜ、てかギャグとエンタメ絶望だぜ。全然別じゃない、ちゃんとあるんだよその信念の中に。結局かっこいい時笑顔が出ちゃうんだよね、しょうがねえ。それを知らないまま芸人ディスったな。お前 N1 グランプリとか R1 グランプリとかさっきそこでずーっとライブで笑ってたのにそういうこと言うの。だから言ってんだって、目指してんのは R1、 俺は誇りを高くマイク1。Yeah、それが俺たちだえよ、笑ってただから言ってんだろ。お前のラップは面白えよ、楽しいし笑顔になる、だけど心にこねってよ、誰を笑わせる、お前はスマイル笑いを狙い、俺は喜ばして笑わせる。別にクラッシュ君に食らわなくても他の人が食らってたらそれでいいよ。それを一個一個ずつやるからヒップホップライブここに立てたんだろ。俺はそこ君が沖縄でちゃんと掴んだライブ CD 買って聴いてんだよ。俺はこの後 EP 作ってギャラックに渡すよ。終了。さあそれでは一発でジャッジよろしくお願いいたします。いきましょう。先攻クラッシュ、後攻グッドミニタイム、勝利者クラッシュ。ありがとうございました。グッドミニタイムスと申します。5月3日 R ランジ7階で大きく生きると書いてひのきくんのリリースパーティーに参加します。これは HowToLove っていうひのきくんの EP のリリースパーティーで、グッドミニタイムスが HowToLove 最高なライブしかしないと思うんです。ぜひ遊びに来てください。フロンティア最高。ありがとうございました。グッドミニタイムスよーくなっちゃー。